ウルーズガーン州、ウルーズガーン州、オールスガーンパシュ等語表記では、アフガニスタン南部の州である。面積は、約11,474平方キロメートル、34集中20位。州の総人口は333,500人、34集中30位。人口密度は29人、平方キロ、34集中21位。 ウルズガン県やウルズガン州と表記されることもある。州とは、ウルズガン州は日本の岐阜県とほぼ同じ大きさの州である。ウルズガン州はヒンドゥクシュ山脈の山中を流れるヘルマンド川とその支流のジリン川の二つの川筋で構成されている。ヘルマンド川はギザブ軍からシャヒジ発節軍を抜け、ディーハロ軍に流れていく。一方、ジリン川は、 コスユロージーガン軍から、チョラ軍を抜けて、州都タリーンコートを通り、ディーハロ軍でヘルマンド川と合流する。タリーンコート周辺は大規模な盆地になっていて、チョラ軍などから流れてくるクメイゼンラット川のような、小規模河川がいくつも合流する。タリーンコートの西には中規模な盆地があり、デラウドの町がある。一方、北東にはギザブ軍に抜ける回廊のような小規模な盆地があり、 その両脇にも小規模な盆地がある。回廊上の盆地の南端には、チョラの町があり、タリーンコートの盆地と回廊上の盆地と両脇の盆地をつなぐ交通の要所になっている。ギザブ郡はヒンドゥクシュ山脈の山中にあるが、ギザブの周辺だけ小さな盆地になっている。1 9五十年頃、ウルズガーン州は南部州、現在のパクティア州の一部だったが、 1964年頃に分割されて独立した州になった。1966年頃、パクティアー州の一部を再分割してカタービス、ウルーズマーン州とする構想が練られたが、実現しなかった。その頃の州都は、アラ、ホザー・カドムにあったが、1971から1972年頃に、現在の州都である、タリーンコートに移動した。2001年9月、 アメリカ同時多発テロ事件が起き、10月にはアメリカ合衆国がアフガニスタンに侵攻し、有志連合や北部同盟と共に戦闘を開始した。ムハンマド・オマルの出生地といわれるブルーズマーン州では2001年に、2004年には6月が実施された。一方、2002年の結婚式誤爆事件、34から48人死亡。 50から117人負傷のように民間人被害が出て、カブールで抗議デモが行われた。2004年になっても、ムハンマドーマルは見つからず、逆に、井動攻撃によって、州政府の役人が殺害されるなどターリバーンとの戦いが続いた。同年3月、アフガニスタン政府は、ハザーラビが多いウルーズバーン州の北部を分離して、ダーイクンディ州とした。10月には、 1> 第1回の大統領選挙が実施され、ブルーズマーン州ではかつて統治でターリバーンと戦っていたこともあるハーミド・カルザイ、約77%が最多得票を得た。2005年3月、豪雨によりヘルマンド川が決壊し115人が死亡した。同年9月、会議員選挙と衆議会議員選挙が行われたが、投票に向かう。 途中の有権者が殺害されるなどの妨害事件が起きた。その後、治安維持は国際治安支援部隊、イサフが行うことになり、第3段階として2006年7月からアフガニスタン南部で活動を開始した。イサフ軍は早速に出て、パース作戦を実施した。ウルーズガーン州の当初の担当はオランダ軍だったが、翌年オーストラリア軍もに加わった。2007年、 戦争は激しさを増し、自爆テロや無差別爆撃によってイサフや民間人に多数の犠牲者が出た。ウルーズガーン州では2007年に長羅の戦い6月8月が起きた。2008年も戦闘は続き、ロカタ爆弾や自爆攻撃により民間人やオランダ兵に死傷者が出た。ターリバーンはヘルト・イルダースの制作した反イスラム的な 短編映画に対する報復として、オランダ軍を攻撃したと主張した。9月にはが起き、オーストラリア軍が味方の属長のロジカーンを追って殺害してしまう失態も起きた。2009年3月、カカラクの戦いが起きた。8月には、第2回の大統領選挙が実施され、ウルーズガーン州では、ハーミド・カルザイ大統領が最多得票。 約61%を得たが、警察署や検問に対する自爆攻撃が続いた。2010年、第2回の下院選挙と衆議会選挙が行われたが、戦争はさらに激しくなりイサフや民間人の死傷者が急増した。ウルーズガーン州では、誤爆により民間人が死傷し、自爆攻撃が続いていたが、バルケネンで内閣はアフガニスタン。 中流延長問題で総辞職し、2010年8月にオランダ軍が撤退した。結局4年間の派兵で21人のオランダ兵が、州内で戦死し、オランダ軍が戦って、治安を安定させたはずの長羅では撤退後に、部族対立が起きて混乱したという。一方オーストラリア軍は残留し、同月で戦ったが、タリバーン捕獲の際に子供を巻き添えで死亡させた兵士たちが、 軍法会議にかけられるなど、翌年不起訴、オーストラリアでも撤退論が高まった。2011年5月、パキスタンでアメリカ軍がウサーマ・ビン・ラーディンの殺害に成功したが、7月にはカルザイ大統領の側近で、ウルーズ・ガーン州の知事を長くめたがカブールで殺害された。同月、テレビ局や副知事庁舎、警察署やイザフの基地が襲われ、9月にはが起きた。 2013年12月、オーストラリア軍がウルーズガーン州から撤退した。オーストラリアは12年間で75億ドルの戦費を費やしてアフガニスタンに2万5000人以上派遣し、うち40人が戦死し261人が負傷したという。2014年4月、第3回の大統領選挙が実施され、ウルーズガーン州では、 アシュラフガニー元財務大臣が、最多得票約27%を得た。12月、イサフが終了し、他国籍軍は確固たる支援任務に移行し、治安はアフガニスタン軍や警察が独力で維持することになった。2015年10月、アメリカ合衆国のバラク・オバマ大統領はアメリカ軍の完全撤退を断念した。2017年8月、 アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領は状況の悪化を防ぐために増派を決定した。10月、政府の支配地域は407軍中231軍57%に過ぎないことが判明した。政府とターリバーンは122軍30%の支配を争っており、ターリバーンが54軍13%を支配していることが分かった。 タリバーンの支配地域は2015年11月から2017年8月の間に倍増してり、紛争地域も1.4倍増加した。ウルズガーン州7軍中5軍やクンデューズ州7軍中5軍、ヘルマンド州14軍中9軍はほぼタリバーンに支配されていた。2018年10月、延期されていた第3回のが行われた。2019年9月、 第四回の大統領選挙が実施された。一四六を要する。なお軍は、カンダハール州に移常されたようである。また、ギザブ軍は一時期ダーイクンディ州に移常されたが、その後、ウルーズガン州に戻ってきたようである。ウルーズガーン州は、全国的に見て、アーモンド、三十四集中四位の生産が盛んで、大麦やザクロ、三十四集中六位がかなり、 生産されている。ウルーズガーン州はアヘンの工作面積が広い州としても知られている。特に2007年頃はアヘンの工作面積が全国でトップ5に入るほど多かった。その後消し畑は3割ほど減った時期もあったが、現在は以前の状態に回復している。ただし全国的には急増している州が多いため順位を下げており、現在は全国6位。 2014年になっている。ケシバタケは、州都のタリーンコートやダイハロー軍、シャヒジハッセス軍など、州の西部に多いと言われている。ウルーズガーン州の南部には、ドゥッダーニー部族連合のパシュトゥーン人がおり、それ以外の地域には、ハザーラ人がいる。パシュトゥーン人は、州の東南部にがおり、州の西南部には、ヌール在族や、ヤーリー在族など、その他のドゥッダーニー部族がいる。 また、ギルザイ部族連合のも、少しだけおり、ムハンマドーマルの出身部族だという。ハザーラ人は、州の北西部に族がおり、それ以外の北部には、その他のハザーラ人がいる。コスユロージーガン郡の南部にハヤ族、族がいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。